さあ皆様、大須夏祭りお集まりの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。一番前からその声をいただくとテンションが上がります。ありがとうございます。そして後ろの皆さんもですね、こちらのステージにぜひお集まりください。さあ、まもなくこの夏祭りステージではですね、中部より着物文化を伝え広めて32年、一般財団法人民族衣装文化普及協会プレゼンツ、大須夏祭り夏だ祭りだ浴衣で大集合と題しまして、浴衣ファッションショー、そして第18回浴衣綺麗コンテストの発表が行われます。さて、そしてですね、今年はスペシャルゲストに名古屋栄発のモデルユニット栄ガールズのパフォーマンスもございますので、ぜひ、こちらの、ね、ステージ、ちょっとの時間にはなりますけれども、楽しんでいただければと思います。まあ、サンバも今日行われていたということをお聞きしておりますが、やっぱりサンバももちろん夏にはいいですけれども、日本の夏といったらやっぱり浴衣ですよね。今日はね、浴衣の美人もたくさん登場いたしますので、思わず見入ってしまう感じに仕上がっております。そんな浴衣の魅力を存分に味わっていただくステージをお届けしていきます。さあ、華やかな帯結びの数々をご紹介いただく浴衣ファッションショーと、今年で18回目の開催となります大須夏祭り恒例イベントとなってまいりました浴衣綺麗コンテスト、受賞者と、そしてグランプリの発表も行っていきます。このステージは和心で着物文化を未来へつなぐ、一般財団法人民族衣装文化普及協会の提供でお送りいたします。さあ、それでは民族衣装文化普及協会は中部、今年はですね、今年で開設32年、これまで広く国内外に日本の大切な文化である着物を伝え広めております。着付けや着物ショーなどを通じて地域の文化交流、そして国際交流に努めてきました。さあ、この、浴衣を楽しんでいただく場を提供させていただくステージを届けてまいります。このステージをお供させていただきますのは NHK のサラサラサラダという番組で MC をしております平松智康と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、それではですね、夏の祭りだ浴衣で大集合スタートしていきましょう。オープニングを飾っていただきますのは、スペシャルゲストとして駆けつけてくださいました栄ガールズの皆さんです。大きな拍手をお迎えください。君が見てる夢の中に
にかく浴衣で登場しました。この浴衣着るコンテストのステージのラストにまたライブをさせていただきますので、最後まで皆さん楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございます。プロデューサーガイガールズの皆さんでした。それではエンディングのね、また歌もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは一旦戻っていただきまして、ありがとうございます。綺麗でしょ。綺麗ね。浴衣より綺麗。浴衣より綺麗。いいお褒め言葉をいただきました。ありがとうございます。さあ、ということでですね、サガイガールズの皆さんにオープニング、盛り上げていただきました。